この展示会は沖縄の島、国島に興味や関心を持ってもらおうと読谷村教育委員会が企画したものです。会場となっているユンタンザミュージアムでは生きるために大切な食に関する言葉、カミムンヌ言葉が紹介されていて、食べ物や料理にまつわる島クタのほか、地域に伝わる食文化についても解説されています。 また、かつて暮らしの中で使われていた台所用品も展示され、それぞれの呼び名が添えられています主催者は、展示を通して世代を超えた多くの人が地域の言葉に目を向ける機会になればと期待を寄せていますこの展示会は今月27日まで開かれています